はい、どうも皆さん、こんにちは、のぼれです。今日もマリオカート8デラックスやっていきます。ステージは GBA マリオサーキットですね。ここなんかめっちゃ、なんかすっごい花ちゃんこっち見てた。さあ、初手停止勢の人もいますが、まあとりあえずコイン回収かな。ちょっと待って、イヤホンのコードがすごいの腕に当たって腰弱い。ちょ邪魔。オッケー。さあ、まあそこが一番ね、厳選しやすいところではあるんです。最初にだから止まってるんだと思うんですけど、あんまり自分はいいのが引けなかったと。まあ無敵引けてるから全然いいか。さあ次何が出る。なんか遅いな今の。腕が危ねえ。さあちょっとキラー引きたかったんだけど、キラーは引けてないね。どうしようかな。やばい、なんす、危ない。なんとか赤回避していき、ちょ、邪魔。さあ、スターループはできるけど、これどうしようかな。スターループさせようかな。させるか。いや、まあ、ダブル交換だな、次も。怖い、やめてくれ。さあ、ダブル交換、9割していきたいけど。ああ、8割させられたな、多分。ああ、でも、スターは出ている。スターは出ているなら、もうこれで上がる。上がろう。これで上がりたい。上がりたい。怖いなー、どこで降るかなー。いや、ちょっと我慢、いや、我慢できない。いやー、いや、撃ったんだけどな、今。間に合わなかったか。おっと、強い。めちゃくちゃ強い。ちょっと待って、あれ。あのキラ裏。速攻でもらおう。あー、無敵化できなかったけど。まあいいや。無敵化できなかったのは置いといて。ちょっと待って。まずい。危ない。怖い。3、4か。まあ。ちょっとアシストが、のろかったけど、まあ悪くない。さあ2レース目、ワリオ鉱山ですね。苦手コースなんで、あんまり走りたくなかったけど、選ばれちゃったと。何の音？あ、トロッコか。びっくりした。後ろ向いてたから右から聞こえたのか、トロッコの音が。なんで、急にガチャガチャ右から言い出したかと思った。なんか、家の外で工事でも始まったかと思った。危ない、怖い。怖い。やー、危ない。コインだけ、これください。あー、つけとこう。これはつけとこう。ちょっと邪魔です。邪魔。さあー、マジでか。じゃあ逃げたい。え、俺だってん。いや。そこ落とされんの？いや、さっきまでコイン8枚だったのに、もう4って。とりあえず、捨てて。あー、ちょっとやめて。早く行ってください。さあ、やっと危ないな。7位なんだよね、問題なのは。さあ、ちょっと外側走って、まあ、ゆっくりめというか、ぜひとも9割したいところではあるけど、あっくん、いやー、キノヨンくん、あんまりね、今、状況がよろしくないんで、キノヨンではちょっと上がっていけないなって。っていう状態なんだけどね。キザルのくせに上限の8とかいう名前してるんだけど、ちょっと待ってね、キノヨンしか出ないじゃん。いやー、ここのダブル交換でちょっとキラーぐらい引きたかったんだけどな。無敵1枚もなしか、ちょっとしょっぱいね。ちょっと無敵なしはさすがにどうかと思うわ。オッケー、強い。さあ、問題は後ろのあのシズウェイがなんかサンダー引いてそうで怖いっていうところだけど、なんかシズウェイがめっちゃ溜まってるな。シズウェイちょっとラグそうだね。さあ、まあロンキー入れていくか、とりあえず。ちょいやめてくれ。ちょっとやめてくれマジで。はい、飛んだ先とこぐらいだったはず、ロンキー確か。忘れたけど。さあ、どこまで上がっていける。いや、全然ダメじゃね。なんか全然違くね。わかんない、怖い。どこで振るかな、わかんない。ダブル交換かな。いや、どこで振るかわかんない。あの人、あれだったんだよね。こういう言い方はあれだけど、あの、レートが800とかだったから、正直多分、どこで撃ってもおかしくない。あー、ちょっと待って。パックン、ちょっと待って。パックンってあれ食わないんだっけ？食うよね。連打しなければ食ってくれるっていう風だった気がするんだけど。さあ、続いてマリカスですね。ちょっと部屋変えてきたんで、なかなか、強そうな部屋にぶち当たりました。レートの平均が、どんくらいだろう？ 2 万ぐらいかな。なんで、ちょっと、まあ自分まだ、
1万1000もいってないんでね、ちょっと怖いですけど、やっていきましょう。まあ、マリカスだしね、とりあえずコイン集めながら、ゆっくり行こうかな。まあ、いや、魔界スタートだから前張ってもいいんだけども、リョカートスタジアムだもんね。そんなに前張る意味もないかなっていうところではある気がするけど、どうだろう。イロハスを。イロハスをすごい見たな。なんだこれ。とりあえずダブルもらって、なんか出るかな。微妙。まあ、とりあえずショットかわしてみるけど、微妙だな。怖い怖い怖い、そのボム。そのボム怖いんで、さっさと行って。いやーマジ？ちょ、食え。さあ、一旦あれは食わないと自分が死ぬんで、食ってくれ。オッケー、ありがとう。全然食わねえじゃんと思ったら食ってくれたわ。さあ、いやーこれなぁ。あーマジ、無理。これは無理だ。ちょっとキノコくれない？キノコくれないか。ミスったんで、ちょっと爆風に巻き込まれないように。あ？なんだあいつ。あいつ、キノコ持ってたんか。いや、でも赤で咎められてる。ちょっと邪魔だよ。どかないと死ぬよ。さあ、キノコ出たんで、ちょっと待って、ニスク行かなかったのはなんでですか？わかりません。キノコ持ってるんで、とにかく、前、逃げるか。ただ、これちょっと、後ろが、ちょっと信用ならないんで、この、あー、マジか！ちょっと待って、まずいぞ。UMT グライドできないね、できないね。いや、マジか。いや、これ、2。いやー、キノコ。あ、待って。とがめる。いやー、でもあいつ多分ね、前来るんだよね。やめて。お願い。いや、もうどうせ2位ならあれ持っといた方がよかったな。危ないわ。あそこで刺すのは。さあ、続きまして、ハイラルサーキット。これ、ミラーだなー。ちょっと、マジか。ミラーか。いやー、しんど。てか、パタテン率高いな。花ちゃんあんまいないんだね。あれなんでだろう。パタテンより最近花ちゃんの方が多いんだと思ってたんだけど、パタテンってまだ息してるんだ。なんかやたら、あ、なんか当たり判定が広いだのなんだので、花ちゃんが人気になってるっていうことをどっかで見た気がするんだけど。まあ僕はハングなんであんま関係ないんですけど。あー待って、危ねえ。右で合ってるか。合ってるわ。さあ、なんか赤が消えてるが。これ行ってくれるでしょ。オッケー、ありがとう。さあ、これ、どうしようかな。ニスクが、どっちだこれ、右だよね。怖い。ちょっと待って。これはでも、ちょっと、ちょっと怖い。キノコ使っていって。さあ、ちょっと待って、あの緑砕きたい。砕けねえの？逆にすごいやん。何それ。もう、前あんま詰める必要もないんで、このブメは。とりあえず、持つだけ持っとくか。まあ、威圧感出してよ、行こう。さあ、キノさんは強い。さあ、コイン全部、満タンになったところで投げてみる。試しに。さあ、まあ、でも昨日、全交換するか。いや、別に交換しなくていいかな。んこれ違うわ。どっか。あー、ちょっとこれは無理だ。あー、ちょっと待って。イカがやばい。ちょ、待って。絶対引かれると思った。すっごい、なんかもうサソレクしてる。さあ、ちょっと、一旦ブメをおさらばして、おー。いや、どうだこれ。ちょっと使って、あそこの、初等化のアイテムをもらいに行こう。え、お前行かねえのかよ。どういうことだよ。いやー、ここで使うべきじゃなかったかなあんまり。どうしような、これな。どうしような、ダブル交換できないこれ。いや、交換できる。頼む、なんか来い。いやー、どうしようこれ。もうハックか。ハックしかないな。頼む、振ってくれよ頼むから。全然振んね。頼むからってお願いしたけど全然振んなかった。いやー、まあ7 バナナ。さあ、ラストチーズランドですね。まあ高いコースだし、レートがまあまあ高い部屋なんで、おそらく前張る人はいないんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。止まるよね、きっとみんな。あ、行くか。あ、一人行ってないわ。ちゃんとみんな止まってるわ。なんか、初めてかもしれない、逆に。でも別にな、ここでスター引いてもそんなにいらないんだけど。まあ、とりあえずコイン回収しながら、よいしょ。さあ、登ってしまったが、まあ関係ないしな、最初なんてと。
いや、すげえ遅い。こんな遅いチーズランド、なんか初めてかもしれん。ちゃんとこういうとこでやるチーズランド。さあ、怖いなぁ。コインください。ちょ、待って、俺のこれ。オッケー。さあ、10枚になって、なんかタヌキめっちゃ逃げてんな。タヌキがめっちゃ逃げてるし、ちょっと、どうしようかな、これ。これ別にいらないんだよな正直。この、キラウラ、ヒノさんとか、キンキノとか、スターとか、そういうのを、所望する。頼む。来ないか。どうしたもんかね。ただ、逃げてるんで、あんまりのんびりもしていられない気がするんだよね。あ、降ってくんないか。降ってくれた。これいいね。このまま逃げ切ろう。逃げ切れるかな。いや、でももう一本降るかな。微妙だよね。どこで。これもショトカで使うんだけど、この木野さんは。この次のショトカで使っちゃうんだけど。マジミスってる。あ、間違えた。間違えてる。なんか最近この間違い多いな。まあいいや、とりあえず行きましょいと。さあ、ここ一個交換しといて。いやー、ちょっと待って。木野さんとかが出るんだったら使わないけど。まあ、この順位で出るとは思えないんで使いますと。さあ、近畿のかこの人。さあ、そのキラウラが怖いね。そのキラウラ怖いよ。何が持ってるかな、あの人。サンダー、いやでも、サンダーだったらサンダーだって、あの人もきついだろうから。さあ、もうこれ、このスター運搬で決めるしかないんだよね。ここで決めるしかない。どこまで上がれる？どこまで上がれる？どこまで上がれるんだ？どこまで上がれるんだ？俺は、1位しか上がんなかったか。まあ。4なら悪くないでしょ。いや、かわいそうだな、あのタヌキマリオ。最初めっちゃ前張ってくれてたのに。まあ、そんなわけで。まあ、このステージが悪いですね。というわけで、今日はここで終わります。さよなら。